あなたにとってアートとは何ですか？楽しいもの？難しいもの？身近なもの？関係ないもの？多くの人が少し難しいと思ってる。身近にあるという人はきっと一握り。アワーアートプロジェクト、それはもっと多くの人がアート、文化に触れる機会をみんなで創造していくプロジェクトです。こんにちは、かまどです。ご挨拶が遅くなりました。かまどは現代アート、伝統工芸、民芸、ものづくりを軸に発信するちょっと変わったウェブマガジンです。かまどが他のウェブマガジンと違うところは、無料でアートがもらえるかもしれないオープン抽選のくじと、アーティストのサポートにつながる数百円からのメッセージ購読サービスふみがあるところです。読者はくじふみを通してアートをもらえたり、アーティストや作家を支援することが可能になります。そんなかまどが行っているのがアワーアートプロジェクト。日本は世界の先進国に比べ、アートや文化に使われるお金が非常に低い国です。そして寄付の金額はアメリカと比べて法人で約3分の1、個人に至っては30分の1というとても低い数値。寄付を通じた支援に対する意識が欧米とは違い、日本ではまだ広がっているとは言えません。この状況を変えていくために生まれたのが、みんなの力で若手アーティストを支援し、アートに触れる機会を作る仕組み、アワーアートプロジェクトです。まず法人は連携団体へ寄付を通じた支援をしていただきます。そして連携団体の委託先かまどによって、アーティストのくじ、ふみを含めたインタビュー記事を作成し、読者へ届けます。アーティストはくじの作品制作費として支援金をコーディネートしてもらえます。数ヶ月後にオープン抽選によって当選した読者にアートが届きます。以上の流れに沿って法人は寄付金税制や企業版ふるさと納税を活用し、アート、文化に特化した直接サポートが可能になります。また応募期間中のくじ作品のレンタル、かまどのサイトへのロゴ掲載というメリットを受け取ることもできます。これらによって法人は読者や人々からの関心、期待を得ることにもつながります。まさにアート、文化に触れる機会をみんなで創造するプロジェクト。アワーアートプロジェクトでは、アートのためのブロックチェーンインフラ、スタートレイルを導入しています。作品の展示や取引に関する来歴の管理をし、アーティストへの還元金によってアートにまつわる世界を支援し続けます。また読者間の作品レンタルも可能になり、みんなでアート作品の体験をシェアすることができます。今後全国でこの取り組みを行う連携団体を増やしていきます。そしてアワーアートプロジェクトの仕組みに共感してくれる人たちへ、競争パートナーとしてロゴの使用許諾をお渡しし、スキームのレクチャーを行います。ライセンスの運用については、維持費などの経費を開示し、透明性のある運営体制とその土地土地と人の思いが集まり、つながるプラットフォームを目指します。文化の土壌を作り、一人一つの表現、個性の花が開く百花繚乱の世界。お金は思いや感謝を届けるツールとして使われる時代へ。アートをもっと暮らしに寄り添うものへ。アートを自分を映す鏡へ。アートをあなたを支える友人へ。アワーアートインアワータイム。遠い世界のことでなく、これが僕らの時代の僕らの表現だと思ってもらえる世界を目指して。